ベンツが欲しいは、歌手ジャニス・ジョプリンが、詩人であるマイケル・マクルーアとボブ・ニューアースと共に書いたアカペラの歌で、ジョプリン自身によって最初に録音された。歌の中で歌い手は、主に呼びかけて、メルセデス・ベンツやカラーテレビを買ってちょうだい、街で一晩パッとやらせてとねだる。ボビー・ウーマックによれば、ジョプリンがこの歌詞を着想したのは、ウォーマックと一緒に、 メルセデスベンツでドライブしたことがきっかけだったという。この曲は一発取りで録音されたが、同じ1970年10月1日には、ジョン・レノンのために歌われた少々、創造し、ハッピーバースデートゥーユーの断片などが録音された。ジョプリンは、この3日後の10月4日に死去し、この日の録音は、ジョプリンの生前最後の録音となった。この曲は、死後に発表された、アルバム、 パーールにに収録され1971年にリリースされれ年リリスたこの曲名の現代はメルセデス・ベンツとハイフンを使っていないが実際の自動車のブランド名歌詞の中で言及されているダイヤリング・フォー・ダラーズはメディアフランチャイズ形式のローカルテレビ番組で賞金を得るためには番組を見なければならない仕組みになっていたこの歌はヒッピー前世紀における 消費主義の拒絶を歌ったものと考えられている。2003年、ジョプリンの録音をリミックスし、ビートとバックグラウンドのメロディを加えたバージョンが作られた。このバージョンは、ジョプリンのベストアルバムに収録された。サイケデリックな塗装が施された、ジャニス・ジョプリンのポルシェ356。この歌は、 自動車の広告に何回も使われている。メルセデスベンツは1995年以来テレビ広告でこの曲を使っている。2007年には新たな広告が作成され、2011年2月6日にはスーパーボールの際の広告として新作が放映された。この他にも BMW Z3 のコマーシャルでカセットテープでこの歌を流しながら走っているドライバーが 歌詞にメルセデス・ベンツが出てきたところで不機嫌になりポルシェが出てきたところでついにそのテープを社外に投げ捨てるというものがある。ピアニストのグレン・グールドは1977年にカナダ放送協会のために制作したラジオドキュメンタリー番組の第3回と最終回でこの歌を多用した。第一の静かな人々と題されたこのドキュメンタリーはグールドのいわゆる 孤独三部作の一つである。この歌は、ドイツ映画、バーダーマインホフ理想の果てに、の冒頭の場面で流される。2011年、イギリスの音楽、ライフスタイル雑誌、ブラグの企画で、シンガーソングライターのエステル、ラッパーで、プロデューサーのデビッド・バナー、ミュージシャンのデイリーが、ジョプリンの、ベンツが欲しいに触発された、新しい歌、ベンツを作曲した。ありがとうございます。